皆さんこんにちは、ホッシーです。今日も石森よりやっていきましょう。今日の動画ですね、木曜日ということで週間アップデート情報を見ていきたいと思います。で、今週はですね、キャンペーンにブラックフライデーのスターイベントが更新されたりとか、あとはいつも通りスターの更新、ルーレット更新あるんで、そちら見ていきたいと思います。じゃあ早速ね、キャンペーンから見ていきましょう。まずはキャンペーンはですね、特に追加はなくて、育成アイテムミッション、こちらがシャープ2ということで新しく始まっています。まあ、報酬はね、変わらないんで、必ず全部やって、最後の報酬も多分変わってないよね。マスター強化素材とランダムランクアップ素材、レジェンドもらえるんで、必ずやるようにしましょう。続いてスターイベントですね。こちらは冒頭でも言った通り、ブラックフライデーの育成アイテムストア、こちら来ています。見ていくと、まずは無料パック、こちらもらえるんで、必ずもらうようにしましょう。次が 350FV、122、126、1枚と初級が2個と。高い気するけどな。で、初級パッケージ2が 450FV で123から126選手、初級は変わらず2個と。そして 650FV 124、126選手、初級保護素材3個、 650FV で、次初級進化パッケージ4に関しては 900FV 125から126選手で、初級が5個となってます。で、次が中級進化パッケージ123、126選手10枚と中級20個、4500FV。 値段が一気に上がるな、これ。中級40とかだったら、ね、全然買ったんだけど、ちょっと高い気はするけど、進化素材ね、10枚もらえるからね、これ結構嬉しいよね。しかも123だしね。これは結構ありな気がします。で、最後上級進化パッケージが上級素材5個と125、126選手10枚、9000FV。まあ、この保護素材はね、嬉しいし、この進化素材、10枚ね、しかも125でしょ、最低で。これ結構ね、いい気がします。で、あとね、この進化素材なんですけど、一応ね、その特性追加とかにも使えるんで、そこもいい点。ちょっと見ていくんですけど、126の選手かな？確かフレア持ってるんですよ、この選手。なんで、これをね、つけるのはね、全然あり。125は確か持ってなかった気がする。124が持ってなくて、123も持ってない。122フレア、ロングパス、ロングシュートテイカー、プレイメーカーと、まあ、これもね、フレアつけるのに使いますと。121に関してはフィネスシュート、フレア、アウトサイドシュートと、これめっちゃいいじゃん。まあ、こんな感じでね、特性追加に使えるんで、そこもね、いいかなと思います。で、これがね、ツイッターで言われてたんですけど、125かな、こちら 900FV で買えるパック、これで何パーだっけな、これ出る確率ちょっと見るか。ストアイベント開始のお知らせでブラックフライデーでしょ、これの125、126、これだ。 50%、 50% なんで、結構確率もね、いいし、全然あれ買うのはありな気がします。これも一緒、 50%、 50% か。なんなら 9000FV のこれありな気がしてきたもんな。もう結構もう末期だけど、それ言い出したら末期なんだけど、これありじゃね、多分さ。4500FV の買うんだったら 9000FV の買って、上級進化法素材ね、5個なんで中級40個分でしょ、こっち買った方がいい気がします。まあでも高いんで、重課金者の人が買うのがいいのかなと思います。非課金の方はね、さっき言った通り 900FV のパックとかかな、買うとしたら。まあ自分はこれスルーしようと思います。で、次 TP イベント、今回はエリートとシルバー追加されてます。まあ、これもね、はい、いつも通りなんでスルーで OK です。で、次アイテム受け取りがメンテナンス協力のお礼、ゲームテクターカップ11月入賞商品と、これ優勝したんで 2000FV か。で、次がリアルタイム優勝予想キャンペーンと、これも自分に投票したんでゲット OK。 じゃあこれ受け取っていきましょう。まあ、GT カップね、来月もあるんで、今年最後の GT カップ、また連覇目指してね、頑張っていきたいと思います。じゃあ次、ルーレットの方見ていきます。今回、プラスの方更新されていて、12月上旬、進化3、OBR124 先発選手ということで、これ選手見ていくか、排出選手。多分そんなね、いい選手ってないだろう。ルーレットプラス更新のお知らせで、はい、こちら、124、ザンブロッタ、ハリー・ケイン、ブルーノ・フェルナンデス、ブカヨ・サカ、UCL の選手だったりとか、イベントスの選手、
トロフィータイタンの選手、トーレス、ジェラード、エリクセン、ラウドル。いや、確率渋。うん、ゲルト・ミュラー、クローゼ。はい、ここら辺。で、一番出るのはエリクセンでしょ。うん、これもね、圧倒的スルーでいいと思います。多分、年末にいいルーレット来るんじゃねえかと思ってるんだよな。そろっといいとも来て。たまりにたまってるんで、今何個あるんだ、俺、ルーレットキープラス。3万2000個。はい、早く来てください。じゃあ次、スターの前に選手交換見ようかな。選手交換も追加が2種類かな、ありまして、イベント交換ですね。こちら、まずは121から126の選手、取引可能選手を使って交換できます。選手、TP、あとは進化素材と。確率は 5%、5%、90%。うん、厳しい。で、次が、こちら、122、126選手使って、いくら ?123 の選手、入場に125の選手、チャンスパックと 5%、5%、90%。最低20億当たるし、今ね、122の選手、結構安くなってるんで、いくらかな、市場で。12億。まあ、ここら辺買えればね、まあでもみんな考えることは一緒だわ。ちゃんと買ってるんで、ちょっとこれもね、うん、今は買えないかなと思います。まあでもこれね、ビッグマッチイベントのスペシャルボーナスで120以上の選手もらえるときに、多分これね、安くなるんで、ここでね、ゲットできるチャンスかなとは思います。じゃあ次ね、ストア見ていきたいと思います。今回はまず FB の追加、これいつも通りですね。続いて進化応援パッケージが4種類来てます。まずは121、126選手 FB パッケージと、これ500円で買えて 250FB 進化素材初級10個と、まあ、これそんなに悪くない気がするぞ。初級もらえるのでかいしね。で次、UCL24 選手パッケージ。これね、いつも言ってるんですけど買いましょう。かなりこれお得です。50円で買えるからね。で次、250円で買えて116、124の選手と初級10個。まあ全然これもいい気がするけど、同じようにこれはリベルタトーレスの選手が出てきますと、さっきの50円のパックで何がいいかっていうと、ライブ OVR の選手出てくるんで上がる可能性あるんですよ。なんで買うならこっちをねおすすめします。109はね出ないけど、108でも結構いい選手いるんで、108見るとリュティガーとかさ、モドリッチとかレアルの選手もいるし、なんでこれ全然ね買ってもいいパックかなと思います。続いてトロフィータイタンのスタンダードですね。118、121選手パック第3弾と。で、これね、40回購入可能で、確定ロナウドゲットになってます。まあ、これもスタンダードなんでね、121のロナウドとなってます。まあ、でもこれもね、十分強いんで、全然、美課金の方とかはね、買うのありかと思います。8000FB か。うん。まあ悪くないんじゃない ?121 ゲットできるしね。しかもこのカードのアイコンかっこいいからさ、ね、集めたいよね。めちゃくちゃかっこいい。続いて、ブラックフライデー。リベルタトーレス24選手、122、125選手パッケージということで、こちら毎週10回購入可能、7900FV。高いけどね、結構、上級ついてくるし、選手も、うん、ついてきて、結構良くないこれ。124、21本、え、めっちゃいいじゃん。確率鬼だな、これ。結構引けそうじゃん、124とかも。このパックは割とありな気がする。116、125の選手は、まあまあまあ119ならワンチャンなんで、全然これもありですね。 7900FV 悪くない。続いてブラックフライデー、ユベントス、リベルタトーレス24選手パックと 550FV。 こちらはチャンスっていうと 2%98%。 あ、これスルーですね。はい、確率鬼。で次、ブラックフライデーの育成スタートパッケージ、これ毎週10回購入可能で 1000FV か。でもこのチケットね、でかいな、50枚か。結構使うんで、特に強化継承チケットね。倍だったら買ったんだけどな、これ100枚とかだったら全然。50枚だからね、ちょっと渋いかな。で、次がリベルタトーレスのペレ 1% マルチパックと。これ前回チーコね、来てて入れ替わってますね。ペレのパックになっていて、これ何回購入かの ?100 回買うと解放されます、最後のペレが。で、次チーコですね。2% マルチパック。これ取引不可となってます。350FV でこちらが50回購入すると確定でゲットできると、まあ、この 350FV で、ね、結構安いし、まあ、安いか分からんけど、全然これはね買ってもありかなと思います。で次、 UCL24 ビッグチャンスパックと、これが 200FV、 確率何パー ?2%。 うん、無理、これは買わなくていいと思います。続いてリベルタトーレス24チャンスマルチパックの1、2が販売されてます。2000FV、119から125。
120に13パーか、まあ、1900FV 出す価値はないかなと思います。こっちが4000 FV、 123が30パー、これまあ悪くないんじゃない。でも高いか、4900 FV だもんな。125ナンパー 1.5 パー、まあスルーかなと。で今回なんですけど、コンテンツストアかな、違うわ、イベント戦士どこだ、あの VIP のパックがね追加されていて、財貨の方かな、これだ、 VIP ボーナス、これでマルチパックが3種類来てます。3000 FV で119、125、2枚、多分確率さっきと一緒だよね。うん、さっきのパックと一緒ですね。で次が119、125、3枚、4000 FV、 あ、33% オフとか 37% オフっていう感じになってるのか。119、125、4枚、5000 FV、 まあこれ買ってもいいんじゃね、5000 FV だったら結構安い気するけど、しかもこれ大体120当たるからさ、割かしありじゃね。5連だっけ4連だっけ、4連か、4連あれば、あーでもどうだろうね、 9.3% か、123がちょっと怖いけど、まあこれ全然買うのありかなと思います。まあでも今回のパックもね、別にそんなに買うべき商品なくて、まあこれ買って、あとはですね、まあブラックフライデーの進化素材買うか、まあ、ペレとか、まあ、ジーコかな、おすすめ、ジーコめっちゃ強いからね、この取引負荷126だったら全然ありでしょこれ。うん、買ってもいいのかなと思います。はい、ということで今回も週間アップデート情報をお話ししていったんですけど、まあまあ今週も特に大きなことはなくって感じでしたね。なんか韓国版ではね、Cイベントも始まっていて、多分日本版でも来週から来るのかな。結構ね、新しい選手追加もあったんで、楽しみにして待ちたいと思います。まあ、あとはね、12月も明日から入るし、また年末に向けてね、どんどんいいパック来ると思うんで、今は FV 使わないで貯めておくのがいいのかなとは思います。またね、質問があればコメント欄に DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。